ディアボリックラバーズモアブラッド店舗特典ドラマ CD 入れ替わり騒動寡黙組編。うっせえ。音漏れしてやがんだよ、クソ。一応ここリビングだろ。全員いていいスペースのはずだ。なのに人を不快にさせて許されると思ってんのか。まあ、お前もそう思うだろ。ち、ああ、そうかよ。おい、おい、シュー！てめえ、わざと無視してやがるな！おや、スバルと。ああ、あの極つぶしもいましたか。まったく。休みだからといって、一日中リビングでゴロゴロしないでいただきたい。ああ？ゴロゴロなんかしてねえだろ。してんのはこのダルダルな長男だけだ。そんなに突っかかってこないでください。この人が視界に入って不愉快だからといってね。シュー！シュー！ああ、ちょうどあなたもそこにいましたか。そう、あなたに決まってるでしょ。命令です。一刻も早くあの極つぶしをここから退去させるように。え？無理？餌の分際でやる前から諦めて主人に逆らうのですか。まったく、早く何とかしてみなさい。もしうまくいったらご褒美を差し上げますよ。それにあなたの言うことだったら、そこの極つぶしもなんとか聞き入れるかもしれませんしね。なんだあんたか。何の用だけど、あんたって本当デリカシーとか空気読むとかっていう才能が著しく欠如してるな。俺のベートーベンを邪魔するってことは、それなりの覚悟あるんだろうな。あ？そんなこと言うんだったらリビングから移動しろだ？なんであんたにそんなこと言われなくちゃならないんだ。移動してほしければあんたが抱えていけばいい。そうしたらあんたの血吸ってあげてもいいけど。はあ、何を言っているんですか。やはり私の予想通りですね。レイジ、ち、わかりやすすぎて面白くもなんともねえな。まあ、ひとまず音漏れが収まったのはいいけどよ。はあ、うざいのが二人も。まあいい。おい、あんた、とっとと俺の部屋に行くぞ。あんたの血をたっぷり堪能してやる。ストップ。その人は置いて、あなた一人で消えてくださいね。ああ。その人は、あなただけのものではないのです。つーか、それ言うならこいつは俺んだぜ。お前らの好きにできるわけじゃねえ。つわけんな。こいつは俺に声をかけてきたんだぜ。ってことは、こいつが誰を主人と思っているのか言わなくてもわかるだろう。それは私がそうするように命じたからですよ。つまりここから先は言わずともわかるでしょ。てめえらはそこで喧嘩でもしてな。おい、
お前だって勝手なことばっか言ってるこいつらを囚人だなんて思ってないだろう。そうだよな。ま、なんだかんだ言ったところで、最後はこいつが決めることだ。随分と自信がおありなんですね。呆れますよ。何もなさない、何も思わない極潰しの分際で偉そうに。まあ、お前は俺を選ぶよな。そうやって暴力をちらつかせて女をどうこうしようってのは、やっぱりまだまだお前はガキだな。ああ、てめえやんのか。やめてください。あなたが暴れると本当に家が崩れる。崩れた後を一体誰が補修しているのか、少しでも理解できる頭があることを私は祈りますよ。全部ぶっ壊れちまえばいいんだ、こんな家。スバル、あなた一度痛い目を見ないと気が済まないようですね。無知なんて持って何のつもりだ。アイシュ、こいつだって暴力で人を言うこと聞かせようとしてんだろ。つまりはガキだぜ。ああ、うざ。引っかき回すなよ、ガキ。ああ、もう一遍言ってるよ。ちょ、あ、マジで壁が。ああ。だからあれほど家が壊れると言ったではないですか。まったく、うっぜ。これだからボロ屋はちょっと蹴ったくらいで崩れやがって。はあ、だる、やってられない。ん、あ、どうなってんだこれ。なぜ私が目の前にいるのです？それにこの声。うわ、なんで俺、メガネなんかかけてんだよ。まさかとは思いますが、今の衝撃で、体はそのままに中身だけが入れ替わった。おい、レイジ。ヴァンパイアにこういった能力が備わってるとか、聞いたことあるか？ありませんよ。知っているならとっくの昔に試しています。しかしスバルの格好のあなたに言われるのもなんだか調子狂いますね。ああ、気分が悪くなってきました。テキパキ喋ってるシュウも君よ、なんだってんだよ。おい、お前どういうことがわかるか。お前がわかるわけないよな。それにしても、俺の格好をした中身レイジ、レイジの格好をした中身スバル、そしてスバルの格好をした中身俺、めんどくさ。しかし困りましたね。というよりかは、こんな状況絶対に私は嫌ですよ。誰が好き好んでこんな極潰しの中にいなくてはならないのか。それは俺だって同じだ。だいたいこのメガネってやつ、鼻の上がムズムズして気色悪いんだよ。ぶっ壊してやりて。ちょっと壊すのはやめなさい。つってもどうすんだよ。元に戻る方法なんてあんのか。ああ、本当にめんどくせえ。先ほどと同じような衝撃を受けるしかないでしょうね。何度見ても違和感あるな、その格好でその喋り方。あなたも私の姿で乱暴な言葉遣いや態度はやめるようお願いしますよ。ああ、もうなんかどうでもいい、あとはお前らが何とかしてくれ。ちょっとシュウ、まだ寝ないでください。
この極潰し。いいんじゃねえのか、シュウが寝てる隙にこいつで。どこから持ってきたのですか、そのハンマーは。どこだっていいだろう。んなことより元に戻るには同じような衝撃を受ける必要があるって言ってただろうが、ここで居眠りぶっこいてるこいつで試してみようぜ。ああ、なるほど。確かにそれがいいかもしれません。つってもよ、自分の体をぶん殴るのはなんか抵抗あるもんだな。ああ、だよお前。何？やめろって。じゃあお前、俺たちの姿元に戻せんのか？できねえんだろ。だったら、おとなしく見てろ。素早っ！おいシュウ、逃げんな！逃げてない。体が反射的に動いた。そうか。肉体の機能はスバルのもんになってるんだな。それでは私も助立ちします。つーかレイジ、お前どこからそのハンマー持ち出しやがった。問答無用。ぶねえ、くそ、めんどくさ。覚悟しなさい。どう、うわっ、ぶねえだよおっさん、ちょっとは鍛えろよな。おっさんって言いましたね。今私をおっさんと。ちっ、くっそ、これじゃ拉致が開かねえ。おい、あんたも見てるだけじゃなくて手伝えよ。あいつらをとっ捕まえろ。それは私のセリフですよ。ぼやっとしてないで。ほら、あなたも私の手伝いをしなさい。せえ、お前は俺のもんだからな。俺の手伝いをしろ。と、おい、お前どこに行く。逃げんな。スバル、隙あり。甘いな。おっさんの振り下ろすハンマーに当たるようなヘマするかっての。家中めちゃくちゃだ。どうすんだよこれ。また親父に北極送りにされるとか、めんどくさ。言っておくが、お前らも同罪だからな。もちろん逃げていってるあんたも。ちっ、くそ、そんなの許しませんよ。許さないもクソもあるかっての。